とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新ですね。27回。微妙な階層だね。せめて25階とかにして、珍しいとこ来たな。珍しい場所。まあ、延長はいらないか。おおおお。なるほど。ちょっと待って待って。ちょっと待って待って待って。すごいな。いきなりだいぶ攻めてくるね。もう来ない。エンチャンターが、序盤から多すぎ。おう。あ、でも周りはそういないな。うん。最初の、バーって出てくるところをなんとかすれば、あ、余裕だね。終わりか？うん、まあ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 余裕ですね。うん、怒り。まあ、いりませんね、次。ほう。さあ。よし。おお、エンチャンターまたいるよ。うん。めんどくせえな、ここも。あぶねえ。待って待って待って。またエンチャンターいるのか。ちょっと待て。あぶね。もう。嫌なやつら。よし。もういないか。いや、待って待って待って。まだいるじゃん。じゃ、ジオマンさんもいるよ。なんだここ。ひでえな。よし。まあ、とりあえずおしまいですね。いや、まだいる？ああ、ジョマンさんか。序盤意外と難しくなるかもしんないね、これね。アップドラフト持っていくか。敵が多い時とかね、役に立つんで。一応保険で持っていきましょう。クリーパー出そう。あ、危ね。危ね、クリーパー今出てきたら危なかったぞ。よし。ちょっと待て。囲まれ。待てい！飛ぶな。すごいね。敵の数結構出るぞ。おーい。しゃ。どうだ？オッケー。3階クリア。3回そうでもない。敵は多いけどね。いや、いらんかな。いいか。うん、クールダウンだけなら、そのままでいきましょう。なんか、真新しいステージを一つぐらい、作ってほしいな。なんか、ずっと一緒なんでね。まあ、敵は違うけどさ。敵は違うんだけど。たまにはちょっとね、新鮮なステージを一つ二つ用意してほしい。うん、まあなかなかそれも難しいんでしょうけども。はい、しおお、意外と HP 高いぞ。これで終わりか。いや、まだいるな。これこの感じだと敵は多いはず。よし。はい、4回クリア。アップドラフトいいね。うん、すごくマッチしてる。あー、ガントレットこれ、締め具になりそうな気がするな。まあいいや。ドラ間違いないでしょう。ここか。嫌な場所。嫌な場所だわ。よし。ちょ、待って待って待って。待ってくれって。嫌な場所。もう出んなよ、こっちに。よし。あー、多い。多い、多い。じゃあ、あっちにもいるね。終わり？よし、5回クリア。ふ
冬のステージは嫌いなんだけどね。おーおー、コグもあるし、ボンクラもある。おー、ウィザー珍しい。ウィザー珍しい。初めてじゃない？出てきたの。ならもうウィザーで行くでしょ。いやいや、まあまあまあいいか。クールダウン、ねえ、つけりゃ、いいっしょ？とりあえず2つけとけ。いや、3つけろ。うん、もうつけちゃえ。アップドラフトバンバン使え。あぶねえ。うん、アップドラフトを。もう、ちょっと待って。火力はねえわ。火力はないわ。うん。でも、HP しっかり回復してくれるんでね。大丈夫よ。よし。あ、ボンクラブとかの方がいいのかな。だったらもっとガシガシ進めたんだろうけど。まあまあ。耐久面はもう抜群よ。抜群。あ、次、商人か。商人かなら、もうクレームは持っていこうかな。で、ユニークだったらクレームはをあげよう。金細工。ウィザーあげとけ。うん。85、あんまり上がってない。6か。そう大して変わりはない。ボスじゃないんだ。はいはい。ちょっと、非属性 1?1 ね。非属性じゃないや。やけどね。よし。あ、でも1でも、ちょっとは削るしね。よし。オッケーオッケー。でももう、8回まで来てるしね。あ、でも30回じゃないってだけで結構、楽だね。おう。ほんと3回しか違わないんだけど。気分的に全然楽。これで速攻でクリアができればもっと最高だね。なるほど。いらんかな。次。何が来る？そろそろなんかやばいやつとかも出てきそうな気はするんだけどね。どうだ？敵の HP 高っ。結構高いね。あー、でもまあ元が高い敵ばっかりだからか。おうおう。普通のゾンビとかだったら OK、 一撃か。おーい、嫌だな。嫌なやつ多いな。しゃ、終わり。え、9回クリア。おお、雪玉か。あーあー、槍もいいけどね。いいです。そのままフレームまで行きましょう。エンチャントなんか入れる？フレームは一応入れるか。だいぶダメージ違うし。あ、次ボスだ。11階がボスみたいですね。クリーパーがここは出る。よし、クリーパー注意しとこう。これ建物で見えにくい。しゃあ、 OK。 ちょっと待って待って待って。当たるか？当たらんか。やばい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 。やべえ。いいさ。おーい。もう倒せないか。ちょっと待って。よし。OK。でも、あっち側はあんま敵いなかったし。大したことないね。で、いやーもう300本。なかなか溜まったんじゃない？あっぶね。300本あれば、まあまあ十分でしょう。10回クリア。おー、すごいね。なんか珍しいのいっぱい出るね。
うん、でもね、うん、そうねー。いや、やめとこう。矢の数がね。そう、最悪だわ。最悪のやつが出てきた。もう勘弁してよ。嘘でしょ。ちょっと待ってよ。でもまあまあ、これウィザーだから正面から戦える感じだね。ちょっと速攻で倒します。終わりー。よし、まあ、なんとかね、一旦少なく倒すことができました。アップドラフトがいい感じ。ドラからのアップドラフトがかなりダメージ与えてるね。あー、ガントレット今回怪しいな。ちょっとあのね、ユニークで変えてみたい気もするけども。 OK、 キノコ取っといきます。いやー、このね、一番最初のボスがテンペストゴーレムって本当に嫌な感じよ。本当に嫌な展開。よし、 OK。 めんどくせえなこいつら。冬のステージ嫌いだわ。戦いにくい。未だまだ弓が出てきてないね。なんか良さげな弓が出てきてくれれば嬉しいけど、うん、敵が広く分布しすぎ、めんどくさい。え、まだ？あー、そっちにいたんかい。この広めのフィールドっていうのは嫌だね。12回クリア、次。パワーシェイカー、パワーシェイカーもいい。あ、いいんじゃない？うんうんうん。長弾追い打ち、連鎖反応。あ、こっちも長弾ついてていいけどね。これだ。で、エンチャントは、長弾を多めに入れての追い打ちでいきましょう。うん、武器もそろそろ変えたいね。か、もうこれでいくか。いや、そうね、心奪うものになったらいいんだけど、ブロードソードになった時がちょっと微妙なんだよね。 OK。いやー、エンダーマイト湧くねー。おーし、よし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 、ナイス、オッケー。まだ、あ、でもこれで終わりかな。よし、13回クリア。ちょっと注意しないといかんかもね。多分大丈夫だろうけど、いや、防具はもうこのまんま行こう。いりません。防具はね、このまんまで大丈夫。いや、もうむしろこれでいこう。うん、ポーションバリアはね、まあ、ついてないんだけども大丈夫よ。もともとの耐久が全然違うんで。あ、アップドラフトそろそろ変えたいね。うん、アップドラフトを他のに変えましょうか。なんかいいのが来たら。はいはいはい、なるほどね。さすがにアップドラフトももう火力がついていけてない。よし、あー、もうよっしゃ、はい、終わりかな。よし、14回。あ、でもまだ真ん中か。釣り竿も、あ、うん、取るか。うん、虚無ついてるぞ。これ絶対強えな。いきます。ちょっと雑魚戦が、あ、いやいやいや、クールダウンあれば大丈夫っしょ。おーい、すげえな、すんごいぞ。よし、
なるほど。よし、ちょっと待って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 、あぶねえ、死ぬ死ぬ、あぶな、よし、あ、これエンちゃん入れてないな、エンちゃん入れよう、よし、どうだ、エンちゃん入れとこう、トムは3です、あとはとりあえずいいね、あー、いいんじゃないね、アップドラフトと交換しましょう、ユニーク来るか、ユニーク、ユニーク、うわ、パワーか、パワーだったら、うん、ウィザーアーマーですね、後々いいのが出る可能性はあるけど、いいでしょう、あー、で、ここね、はいはいはい、まずスイッチ押しに行ってきます、スイッチじゃなかった、スイッチじゃねえな鍵を取りに行ってました、よし、うん、なんか嫌だな、よし、ナイス、いいんじゃない、クールダウンもついてるから使いやすいね、いいよ、あーね愛のメダルも欲しいな、いや、いらんか、いらん、うん、このままいきます、愛のメダルでも、まあ、全然いけそうだけど、せっかくね、乱射が来てるんで、このまま行かしてもらいます、もったいない、せっかく乱射がね、来てくれてんだから、あー、これさ、あれだな、羽が欲しい、よし、うん、ウィザーで回復力は抜群だ、もしも食らったとしてもちょっとずつ回復していくんでね、 OK、 あとは森を打っていけばいけるでしょう、はい、終わり、18回クリア、ボスだ次が、いいな、いや、すごくいいなと思うけども、怒りで今回は行きます、怒りはもうエンチャントこれで大丈夫なんで、長弾と連鎖反応1ぐらい入れときましょうかね、あー、凍結も1入れます、うん、振りが遅いこれとはちょっと相性はいいでしょう、何が来る、2体か、おー、なるほど、 OK、 ちょっと虚無の力を最大限に発揮して戦っていきましょう、いいね、楽勝です、こ、あー、ツタボムチっていう手もあるね、うん、虚無は入ってないけどもダイナモがあるんで使いやすそうではある、まあまあ、おー、ここか、はい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 、危ねえよ、嫌なやつだな、ちょい待て待て待て、すごいね、ここすごいぞ、 OK、 うん、でもちょっと注意すればいいね、でも最初のあそこちょっと頑張って抜けないといけないかもしれない、うん、でも速攻で終わるからいいっすね、あー、いらない、いや、もっと、あ、そうか、そうね、怒りを上げるんでもうこれはハープにならないんだ、ならもうバーストクロスにしとけ、うん、
火力は上がるから。やっぱパワーがね、全然違うんで。いやー、冬は良くないか。テンポセフトでしょうね。冬も一応入れとけ。浮かせろ。いきます。おー、なるほど。なるほどね。お前がいるんかい？ちょっと待て。ああ。うわ、すっげえな。ちょっと待って。危ねえ。固まらないで。よし。オッケー、いいね。おぉ、ちょっと見えないところにその爆弾を置くな。置くな。よし。オッケー。うん、キノコが入ってる時の俺は強いぞ。めんどくせえ。敵の数が、しかも結構強いやつがいる。21クリア。おー、パワーシェイカーか。変えてもいいよね。パワーシェイカー変えよっか。ドラは絶対いんのよ、ボス戦で絶対。あ、いやねー、いや、いらんや、いらんか。いいか、いけ。もういい。うん、バーストクロスはそのまんまでもまあそれなりに強いから。よし、ただこの冬のステージでの怒りはね、取り扱い注意。おお、お前たち出てくるの珍しいね。はい、オッケー、いいんじゃない。終わり？いや、まだか。うん、ちょくちょく出るのはやめて。出るならもう一気に出てほしい。次。あ、いやー、羽、いいよね。羽はいいよね。でもパワーシェイカーも欲しい。そのままでいこう。で、ここか。アップね。戦いにくい場所だ。はい。いいんじゃない？よし、オッケー。いいよ。いいね。危ない、危ない、危ない、危ない。しゃあ。危ねえな、危ねえな。あ、でも、うん、テンポセットあるなら、すごい数やね、ここ。すごい数のクリーパーだ。あ、でもいけんな。問題なし。23回クリア。ただ多いだけじゃ、楽勝だよ。いいね、いいね。でも次、商人。何も取らずに行って怒りを上げましょう。うん、もう少しで終わりだ。何になる ?110、 まあいいんじゃないですか。アーティファクトも、うん、そうね、アーティファクトはこれね、すごい悩むな。よし、これは羽にしてもぴょん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 していった方が早いような気もするんだけど、まあ初見だからね、あんまり冒険はせずに行きましょう。はい、いいね、いいよ、いいんじゃない。よし、やっぱり振りは若干遅いけども、なんとかなる。あれ、あ、あ、いたいた。おーおいおい、浮遊射撃でダメージ与えられないじゃん。25終わり。次どんな感じだろうね。おこぐ、
変えよっか。うんうん、コグ変えましょうかね。あーで、ここか。なかなか難しそうなのが最後に来たね。まあ、毒の雲を入れて、こんな感じでいいかな。で、トゲも入れとけ。もうついでだ。他に入れるものないしね。いいね。いいよ。いいね。いやいや、この、やっぱ覆われた怒りは、使えるやつでは使えるわ。オッケー。特に HP の高いやつね。無類の強さを発揮する。あそこ嫌だな。オッケー。いい感じ。さすが。うん、最終面だけあって、結構敵が多い。うん。あいつ、今頃来てんのかい。今頃はもう来なくていいよ。終わり？よし。うん。やっぱりウィザードのね、回復の兼ね合いがすごくよろしい。強いよ。最後の最後にゴーレムかい。いりません。エンチャントは別に入れるものもないよね。まあまあ、凍結入れとけ。なんだ、ボスは。全く問題なく勝てそうな気はする。虚無怒りがあると思う。余裕だよ。ああ、お前か。2周続けてお前はやめろよ。はい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 。まあまあ次で倒せるかな。うんうんうん。まあ怒りでくれば、そう大したことはないね。終わりだ。あ、いや。意外と持ちこたえやがった。でも終わりですね。よし。まだいたんかい。終わり。はい。まあ、今回特に問題なく、いけると思います。難易度はそんなに高くないですね。はい。では、報酬を見て終わります。あ、難易度っていうかめんどくさいやつが多かったね。ダメ。全部いらねえ。あー。愛知です。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。